放送前からかなり期待されていた動画工房制作のオリジナルアニメがやばすぎました。夜のクラゲは泳げないということで、今回は夜のクラゲは泳げない第1話見ての感想を話していきたいと思います。まず率直にめっちゃ面白い第1話でした。この出会いから何かが始まるんじゃないかというね、予感を確かに感じさせてくれるですね。ものを鮮烈な映像と演出とともにね、描いてくれておりまして、ものすごくね、今後の展開に期待を抱けるような素晴らしいスタートを切ったんじゃないかなというところでございました。 動画工房制作によるオリジナルアニメでございまして内容的には割と普遍的なね若者の悩みっていうのをテーマに据えているわけなんですよね何者にでもないですね量産型の自分としてこの世界の中で漂っていていいのかというねそういう感情を抱いていた少女がですねその自分の檻から飛び出してですね私がここにいるんだとね高らかな声を叫び、えー、叫んでいくみたいなですねそんなスタートになっているんですよね、うん、主人公の真昼ちゃんっていうのは幼少期イラストレーターとして活動していたのですがその時起きた事件 がきっかけとなってですね、あのその活動をやめてしまっていたんですよね。うん。それがトラウマとなって今自分はですね、女子高生として周りに合わせた量産型の自分としてですね、まあ生きていて自分の表現っていうのをですね、表に出そうとしていなかったわけなんですよね。まあそう流れにね身を任せるままただ漂っているようなね、まさにクラゲのような生き方をしていた彼女がですね、ある日自分の絵を好きだと言ってくれたね、カノという少女と出会ってですね、運命が動き動き出していくといった感じのまさにガールミーツガールな始まりなわけなんですよね。まあこの。 このカノっていう子もまたですね、過去アイドル活動をやっていたんですけれども、まあ、とあることがきっかけとなって、炎上を卒業する流れを、えー、辿っていた中でですね、今現在自分のやりたいことを、え、探す、追求するためにですね、いろいろ歌を歌ってね、ネットにアップしたりとか、そういう活動をして自分の表現していたわけなんですよね。まあ、そんなこの世界の中で傷つくことをね、恐れずに、ね、自分をね、表に出しているですね、え、このカノの姿がですね、まあ、ヒルちゃんからしたらものすごいね、輝いて見えたわけなんですよね。まさに彼女は、まあ、ヒルちゃんにとっての太陽でございます。 まししてててててクラゲとして、ね、漂っいいいたマヒルちゃんはですねその太陽のの、えー、カノン光、ね、光を浴びて光輝いていくことができるのか見たらですねこの作品のアイコンであるクラゲの特性っていうのはこのダイちゃんの脚本の中にですね、いろいろ散りばめられていてですね、それが綺麗に、あのーな、全体の流れとしてまとまっているなというところでございました。うん。そんな感じのストーリーも良かったんですけれども、もう作画はもちろんすごいクオリティ高くてですね、演出もめっちゃ良くて、も,もちろんキャラクターも良かったりとかですね、全体的にかなりクオリティ高かったですね。まあ、作画は結構ね、 ぬるぬる動いたりする部分もあったりとかですね。カメラバークグイーっとね、回り込んだりとか。いや、面白い見せ方するなっていう部分はね、結構印象的に、あの、数多くありましたかね。うん。最後ね、あの、手を引っ張りながらね、この、光輝く街の中をね、走っていく映像っていうのはめちゃくちゃ良かったですね。はい。まあ、そんなところがありつつですね。本当にこの、こっから始まるんだというね、あの、物語の幕開けとして、いや、めちゃくちゃいいダイチャーだったんじゃないかなというところでございました。ということで今回は夜のクラギあうげないダイチャー見ての感想でございましたけれども、 けどもいやつかみとしてはこれ最高じゃないかなっていうぐらいめちゃくちゃいいスタートを切っていたところでございましたやクオリティも団地でございましたねいやちょっと今後の展開かなり楽しみですね、うん、ちょうどねこの先日ガールズバンドクライっていうねオリジナルアニメがやっていましていやこれもですね結構似たようなこの2つね両作品とも若者のあのうっくした感情からの解放みたいなですね自分自己表現をですねテーマにしているところがありましてですねいやなんか似てるなと、うん、ヨルクラとガルクラで似てるなという と,ところもあったりしたんですけれどもね、いやどちらもねかなりあの個人で好みの作品でしたね。ちょっとどうなるんでしょうかこの展開。皆さんどう思いますか。ぜひともコメント欄の方にお願いします。それじゃまた。